それではすみません。トップバッターとしましてパナソニックの松崎の方から B2B、えー、活用事例 PLC の刺さる市場とはということで発表させていただきます,、えーとですねえー、こちらの方、画面の方ですね、ちょっとパワーポイントのですね、まあ、ディレイの方がちょっと気になりますので、えー、すみません、発表中はですね、カメラの方をオフにとさせていただきたいと思っています。えーとよいしょ はいはいこちらが本日のアジェンダでございますえっ、ー、と後半でですね実証実験の実際のあのご紹介の方もさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますはい、えー、こちらがですね、えー、我々の、えー、組織のご紹介です、えー、まあ、我々ですねパナソニック社は、えー、国内に5つのカンパニーを有しておりまして。 われわれの部署はですね、その中のライフソリューションズ社エナジーシステム事業部配下のパワーキービューユニットビジネスユニットというところに属しており主にですね、PLC 商材の市場開発を担当させていただいております、はいえー、まずは事例のご紹介ということで弊社のですね、PLC アダプターを販売してからもう2年が経ちますけどもその中でですね、代表的な導入事例を紹介させていただきます えー、なお、本日はですね、時間もないのでですね、簡単な紹介のみとさせていただきたいと思います。詳細は、えー、この本日の資料をですね、後日配布しますので、参照してください、えー。もちろんですね、あの,あの質問とは気兼ねなくしていただければと思います。はい、まず、一つ目の事例としましては、えー、近鉄大阪・阿部野橋駅での監視カメラの例です、えー。こちらはですね、駅の事務所から本場で300メートル。 のネットワーク配線を電力線にて実現させております。えー、lan ケーブルではなくですね。鉄道会社様が得意な電力線で配線したいというご要望に沿ったものでございます。はい、続きましてえー、2つ目の事例です。こちらはですね。陸上競技場の例です、えー、こちらは、えー、途中までですね。光ファイバーが敷かれておりました。けれども、その先にカメラを取り付けたいというご要望でした。 距離は 200m ありましてランケーブルでは届かない光ファイバーで予算オーバーということで PLC に白羽の矢が立ったということです。もともと酸素ラインはあったのですがご存知の通り法的に酸素はまだ使えないということで季節の配管にです、ね、もう1本電力線を通してカメラを設置しておりますそれでも、えー、光ファイバー吹くより えー、引くのと比較しまして3分の2程度の費用に収まったということです。こちらの写真で分かるようにですね、えー、と設置にはですね、このようにコンセント番内にコンセントを設置しましてアダプターを設置しているという例でございます。はい 3つ目の事例はですね、えー、動物園のチケットシステムのネットワーク化の例です、えー、こちらの上野動物園はですね開園して100年以上ということで、えー、電源系統図もなくですね配管もどうなっているかわからないという状況だったんですが、まあ、実証実験の結果一発で通すことができました、えー、こちらの例ではですねこちらわかるように、えー、と分岐ブレーカーにですね ともじめをしましてアダプタノを設置しているという例でございます。はい。で次よ、えー、と次の例がですね、四つ目の例がですね、えー、と牛の IOT 用途です。牛の首輪にかけたセンサー情報を各牛舎ごとにですね、Bluetooth で収集してまして、その二十四頭ある牛舎の情報を集めるのに PLC を活用しています。 すでにですね、全国で十カ所程度には入ってるんじゃないかなと思っております。はい。で次、えっ、ー、とこちらが最後の事例ですけれども、えー、タワーマンション内の Wi-Fi アクセスポイントの例です。えー、これはですね、あの EV 充電器の遠隔管理に使われております。えー、こちらもですね、まあ駐車場が、えー、地下の場合に限ってなんですけれども、標準採用をいただいております。はい。えー、こちらの、えー、事例はですね、ここまでです。 で次にえっ、ー、とこちらの市場について考えたいと考えてみたいと思います。はい。えー、マクロ的に見てですね、まあ昨今の労働環境を見てみますと、えー、労働力の人口は単調に減少しておりまして、今後10年でまあ50万人減少するという予測が出ております。そのためですね、まあ企業としましては生産性の向上というものが必要で。 AI とかロボットとかそのようなさまざ、あ、まな取り組みがありますけれどもその基盤としてですねこちらの ICT 環境の整備というものが必須でございます、えー、と私はですねこの HDPLC というものはこの ICT 環境を構築する上での最終手段なんじゃないかなというふうに考えていますというのはですねあのこれまでご紹介した HDPLC の導入事例にも ありました通り、I C T、あ、I C T 環境が欲しくてもなかなか導入できなかった業界っていうものがございます。それがですね、まあこのような閉鎖空間であったり、まあ長距離だったり、屋外といったような環境です。この労働力不足の波はこのようなところへですね、I C T 関、I C T 環境の早急な整備という形で波及しています。 HDP-LC はそういった市場でのですね最後の救世主というふうに考えております。はい。でもう一つですね、HDP-S の新しい市場をご紹介します。それはですねこのコビット19まあいわゆるコロナ対応での活用でございます。ご存知の通りコロナの影響で我々の生活様式というものは大きく変わろうとしています。まあその一つがですね三密の回避です。 えーです最近です、ね、われわれの、まあ、最近問い合わせが出てきたものがです、ね、オフィスでの執務スペースの拡張やレイアウト変更にアダプターを利用しようと言ったような、まあ、利用できないかといったような問い合わせです。このように、ねまあ、PLC アダプター HDPLC を使って w i f i アクセスポイントを増設することによって簡単に実事務所をです、ね、拡張することができます。 あともう一つですね、あの店舗でもですね、3、えー、密を避ける環境整備というものが必要でございます。しかし、えー、人が密集しない商品陳列レイアウトとソーシャルディスタンスを保った、まあ、レジの行列、はい、そして防犯対策といったような、ですね、これらすべてを満足するには、まあ、なかなか実際にはです、ね、いろいろなレイアウトというものを まあ試行錯誤しながら試してみなければいけません、まあ、ここからはですねちょっと半分は商品の宣伝になってしまうんですがそこでご提案させていただくのがこちらのソリューションになりますこちらはですね PLC プラグという商品でございましてこ,のこちらの OS ラインこれ後でまたご説明しますこの OS ラインとこの PLC ダクトというソリューションのこの組み合わせによってですね え柔軟なレイアウト変更、カメラの設置というものが可能になって、えー、3密の回避と、まあせえー、顧客のです、ね、動線の確保の両立といったです、ね、そねそれに向けた取り組みに役立ちます。PLC はです、ね、このような環境の変化にも柔軟に対応することができます、はい、続きまして実証実証験のご紹介です。 パナソニックでは、えー、この PLC アダプターの発売以降ですねさまざまな事例で、えー、実証実験によるサポートを行ってきております今回は、えー、皆様のお役に立つ情報としまして、えー、実証実験の手順とともに、まあ、便利なツールのご紹介というものをさせていただきたいと思います、はい、まずはですね実証実験の大まかな手順です、はいえー、最初の,あの冒頭のビデオにも、えー、一部ありましたけれども、えー まずですねご説明させていただきます、えー、電気配線があればですねこちらの方ラッキーなんですけどもまあないな場合にはほとんどです電気配線今回はですねその電気配線図がない場合にを想定してご説明をさせていただきたいと思いますはいまあ、最初に行うのはですね、えー、現場での調査です、えー、現場ではですね接資様からのヒアリング等からまあ、PLC ネットワークの支点と終点のコンセント この間を通る分電盤の確認または想定というものをします。そしてですね、PLC ネットワークが通ると想定される分電盤にですね、まあ、我々後で紹介しますマグネットジグを用いまして、まあ、中継機となる PLC アダプターを仮設置させていただきます。そしてですね、PLC アダプターの、まあ PLCLED というものがあるんですけれども、こちらでですね、接続確認をすることができます。はい、それとともに、ですね、我々無償で提供させていただいております、マルチホップ HDPLC 管理ツールというもの、これも後でご紹介させていただきます。そちらを用いまして、トポロジーの確認をします。この管理ツールについても、まあえっと、後ほどご説明しますが、場合によってはですね、 ネットテストという通信確認ソフトウェアで実行の速度の、実行速度の計測というものも行います。もしです、ね、思う速度が出ていないときなどは、分電盤内や部屋の中のコンセントの PLC アダプターの設置場所の調整などを行う、もしくはフィルターを用いるなどしてです、ね、速度を上げる努力を行います。 えとこちらはですね、えー、とその中で、えー、マグネット軸を使った、まあ、PLC アダプターの中継用 PLC アダプターの仮設置のところと接続確認のところをちょっと詳しくご説明をしたいと思います。えー、こちらのコンセントとです、ね、こちらのコンセントと,、えー、とこちらのコンセントをつなぐというような場合ですね。まあ、当初、ですね、電源を入れた場合には PLC アダプターの電源を入れた場合には こちらの PLCLED が大体いい、まあ、つきませんというか大体、まあ、いい接続できないところが、まあ、非住宅の場合そのようなところがほとんどでございます、はい、その場合はですね、えー、それぞれのコンセントの上位に当たる、えー、分電盤にですね、えーと、こちらのですね、えー、マグネット付きの、えー、中継用アダプターを、えー、設置しまして、えー、確認をします、はいで この時にですね、まあ、こ,こでつながってしまえばいいんです,がですけれどもそれでもつながらないといった場合にはさらに上位の分電盤に、えー、とこのような、えー、と中継用のアダプターを設置します。このようにしてですね順番につな,がることあつなげていくことによって、まあ、最終的にはこのようにですね、えーと PLC の,の LED ランプがつきまして、まあ、つながるというところなんですけれども、この時ににっと我々としましては、えっと、管理ツールの方を用ちさせていただいて、トポロジーの確認ということをします。えっと、こちらの場合ですと、1ホップ、2ホップ、3ホップ、4ホップということで、えっと、こ,れこのようにです、ねまあ、つながっているということが、パソコン上で確認できるというところです。えっと 今回です、ね、えーとまあ、こちらは、まあ、物理速度と言われるものなんですがそれに伴ってじゃあ実行速度はどうなのということで、まあ、実行速度の目安ということでこちらの方にえ紹介させていただいております、えー、こちらのまあリンクはです、ね、緑の場合のえ想定なんですが、えー、と1つの1ホップで大体 TCP で,で、ね、22Mbps 程度2ホップでは 12Mbps 3ホップで8メガ、4ホップで4メガというような想定をしています。我々としましてはこちらの物理速度とホップ数を勘案しまして大体いいこちらの環境ではこの程度スピードが出るなというような推測をしています。はい、本当に必要な場合は先ほど言ったようにネットテスト等のです、ね、専用の通信 ソフト通信テストのソフトを使うこともございます、はい、でここでですね、えー、とこれまでちょっとご紹介してきた、えー、よく我々が実証実験に使用しているマグネット付きジグというものを紹介させていただいていますこちらのジグはですね、PLC アダプターに、まあ、スイッチ代わりにブレーカーですねを,がを接続しておりその先にですね、えー、とマグネット付きのプ,レプローブと いいいいうものがついているもののがてるでございます。これによりですねこち,らの、まあ、こちらの例で言いますとこの主管ブレーカーや分岐ブレーカーのこのナットのところにですね、まあ、簡単に接続することができます。はい、こちらのジグですね、まあ、我々弊社の方から、まあ、レンタルという形で、まあ、PLC アダプターとともにですね貸し出しの方を行っておりますので何か実例案件等があった場合には、まあ、ご用命いただければと思います。 えまたです、ね、えー、とこのアライアンスメンバーでおられます九州計測機様の方でです、ね、こちらのジグのっ、まあえー、と正式名称はです、ね、ブレーカー付き高電圧接続プローブというお名前なんですが、えー、こちらの方ですを、ね、販売もしておりますので、まあ、私もしくは九州計測機様まで、えー、問い合わせいただければと思います。 まあ、通称管理ツールと言われるまあ、我々でが提供させていただいている無償の管理ツールについてご紹介をさせていただいてます。いただきます。えこちらの方ですね。えー、最新版をですねこのほど、えー、アップデートさせていただいてます。主な機能,機能としましては、えー、こちらの方に先ほどのようにですね書いてます。こちらトポロジーですね。どのような PLC アダプターがどのようなにつながっているのかと。 こことと、こちらの物理速度、ファイ速度と呼ばれるもの、はい、そのほかにホワイトリスト設定、あとはパラメータ設定、あとログの保存、再生等も、えー、行うことができます、えー。この度のバージョンアップで,です、ねまあ、これまでできなかったです、ねえー、と異なる PLC ネットワークの要はツイストプランケーブルで接続されたその先のネットワークですね。 の方もの確認もできるようになりましたということで、えー、ぜひぜひですねダウンロードのほどよろしくお願いします、はいで。最後ですね、あと急いでスピードアップしていきたいと思うんですけれども我々パナソニックが提供する商品とサポートのご紹介ということです。えー、こちらですね、まあ、基本の、まあ、PLC アダプターということなんですけども、えー、使用用途、環境に合わせてご利用ください。でこちらがさあと昨年ので、あ今年の2月にですね 新発売で出させていただいた PLC プラグでございます。POE 給電機能が内容像で,です、ね、使いやすくなっております。はい、で次にですね、こちらの o s ラインという商品です。こちらですね、あの先ほどの PLC ダクトとセットとして使っていただきたいんですけれどもこれまでのダクトよりと異なりましてこのようにです、ね、2回路ございます。 そして、えー、これにより、ですね、要は照明の入り切りとは別に PLC の, PL のプラグをま接続することができるということで、まあ、スイッチをまあ切り替えられるということで、えー、と便利なツールとしてご使用ください。えー、とこちらの方ですね、実は、ね、 2月に発売した PLC のまあダクト PLC の方はこちらのカザに取り付けるタイプなんですけれども、この9月にですね、この上段に取り付けるタイプも合わせて販売をさせていただく予定でございます。この2種類ですね、今後ともご使用いただければと思います。はい。あとそれ次にですね、こちらがパナトラックという商品でございます。この商品はですね、10年以上前に発売された商品で、まあ ここに書いてあります通り、まり、あ、厚みわずか1ミ,リ1ミリのですね、ケーブルで電力供給が可能というものでございます。非常に薄いのですね。まあえー、フリーフリアドレスというんですかねあのそういうのにも対応してましてですね、まあ、電力と一緒に情報協議給 というのも一緒にやることによってですね、電力と、えー、情報が一緒にできる商品で便利な商品となっております。えー、こちらがですね、えー、パナトロあまだ PLC ではなくてパナトロックのみの事例なんですけれどもですね、こんなようなところに使われている商品でございます。はい。あともう少しでございます。えー、こちらあの我々の彼はですね、えー、7月末よりメルマガの配信というものをさせていただいています。 はい、こちらにありますようにですね、えー主は、主にはですね、納入事例や提案活動実証実験でのエピソード、技術情報、展示会の情報などの発信を行っています、えー、こちらの方でほう、ねまあ、私にも送ってとかですね、あともしくはこんな情報を載せてほしいというようなご要望等ありましたらですね、私、松崎の方までご連絡ください。えー 配信のご,ご希望であればですね、耐えやすいと思うんですが、えー、掲載内容についてはですね、えーと、ご要望に沿えるかどうか分かりませんが、できる限りの対応はさせていただきたいと思いますので、えー、どうしどうし、えー、ご連絡いただければと思います。はい、でこちら、ホームページのご紹介です、えー。我々のホームページはですね、大体なんですが、年に2、3回程度アップデートをしております。はい、でこちらの、えー、PL の PLC ですね、 まあ先ほどの HDPLC の管理ツールであったり、あと実証実験のマニュアルであったり、あと HDPLC の設計ガイドであったりというようなものがダウンロードできるようになっております。はい。この度ですね、まあ、新しくですね、この3つのページを新規刷新しております。えこちらですね、えっ、ー、と。

まあ見積もりご提案であとは実際の現場の実証実験等の導入サポートを行っておりますまたですね、えーまあまあ、パートナー様ですね、えー、実際の施工する技術者様電気工事会社様等に関しましてはですね、えーまあ、今日もいろいろご紹介させていただきましたがアダプターの設置場所のポイントや管理ツールの使い方等についてもですね 研修を行っておりますので私の方までご連絡いただければというふうに思います以上ですねご静聴ありがとうございました今後とも弊社 PLC 商品の方を使っていただければというふうに思います以上でございます